はい、こんにちは。今日はですね、とにかく始める人っていうのは普通そのなかなかやらない人と比べると何が違うのかっていうですね、話をしていきたいというふうに思います。まあ、昔からですね、よくやるのが、したいなーって思う人は1万人がいて、でその中で実際に始めてみるっていう人はたった100人しかいなくて、でその始めた100人の中でもさらに やり続ける人っていうのは1人しかいないと。だからしたい人っていうのは1万人という大所帯いる中にもかかわらず、結局やって続けるっていう人っていうのはその1万分の1しかいないっていう、まあですね、ちょっと皮肉を込めたことがよく言われてたりとかするんですけれども、例えばですね、勉強をしてもなかなか実行者いないと。本とか、人とのつながりを持っていろいろ勉強を続けていくんですが、一方でじゃあその学んだインプットしたことっていうのはアウトプットして自分の人生をより良くしたりとか、仕事での成果につなげたりとか、あるいは何かの試験に合格したりとかっていうものにこうつなげていく人ってなかなかいなかったりするんですよね。だから起業しようと思って勉強してるんですよとかですね、ゲームを作ろうと思ってプログラミングを始めましたとか、留学しようと思って英会話スクールに通い始めましたとかですね、 YouTube を始めようと思って動画の勉強とかっていろいろやっぱり何かをこう備えてからしっかりと準備を整えて土台が出来上がったらやっていくみたいな人たちっていうのがやっぱり多いと。じゃあそれを続けていく、その勉強をひたすら続けていって、インプット知識がいっぱい蓄えられていった中で、結局あんた何ができんのっていう風に突っ込まれるとですね、多くの人はそれを実行する準備のためなんだよって言いながらですね、劣化のごとく起こってくるんですよね。ところが実際はそれを何か自分の生活をより良くするためとかですね、人間関係をより良くするためとか、何かのためにやろうっていうことを言うだけ言って準備するだけして、結局やってないから突っ込まれてるだけなのに、やってない自分が悪いのに、なぜか、その指摘をしてきた人たちをガーッと怒るっていうですね、もうなんかわけのわからない人たちがなかなか時にいたりとかするんですけど、じゃあそういうですね、いろんな準備はするけどなかなか実行に移すことができないっていう人と、一方でさっそくやってしまう人っていうのは一体何が違うのかっていうことをですね、それもこの間の努力する人としない人の違いは一体何なのっていうところに相通ずるところはあるんですけれども、今回は始める人とそうでない人とでの根本的な考え方っていうのはそれぞれ何が違うのっていうのを5つにですね、まとめてご紹介をしていきたいと思います。ではまずですね、一つ目からなんですけど、やっぱりこれは努力の時の話もそうだったんですけど、結局ですね、元々のその結果っていうものではなくて、そこにたどり着くまでのプロセスを大事にしてますよっていうことなんですよね。だからなんで結果重視で始めることができないかってなるとですね、その結果にたどり着いた時に皆さん自身がその得られるメリットとデメリットっていうのを考えて、デメリットの方が大きいかもしれないなとかですね、メリットの方がちょっと小さいかもしれないと思って結局実行を躊躇するんですよ。だから例えば何か今皆さんがサラリーマンで働かれてて副業を始めるとなった時に、副業を始めることに対してじゃあ10時間という時間を使ってたったの1000円しか稼ぐことができませんでしたってなったら、時給が100円なんでたった1000円稼ぐのに10時間を使うのもな、じゃあやめとこうってなっちゃうんですよね。ところが実際始めてみたら、最初は本当にそのくらいの時間をかけて、10時間という大きな時間をかけてたった1000円しか稼ぐことができなかったとしても、それが2ヶ月目3ヶ月目っていう風にどんどん重ねていって、1年後にはもしかしたら1時間で1000円を稼ぐことができるようになっているかもしれないと。でさらにもう1年続けていったら1時間で今度は2000円稼ぐようになっているかもしれないと。なのにそこにたどり着くまでにやめちゃうんですよね。だから得られるメリットデメリットっていうのを考えてしまって結局、やらないと。でもところがさっさと始めてしまうっていう人はですね、今言ったようにもしかしたらその1000円を1時間で稼ぐ力が身につくかもしれないし、そうじゃないかもしれないと。そんなことよりも実際に稼ごうと思って動いたそのプロセスっていうのが大事なんだっていうふうに思われているんですね。だから例えばですけど、もう一つの例で言ったら旅行とかって皆さん行くことってありますかね。旅行目的地にたどり着いてそこで何かをするっていうことよりも、そこにたどり着くまでの道中とか、あるいはそのさらに手前段階の計画することの方が楽しかったりとかってしません？結局そういうことなんですよ。ここに行こうねっていう約束をして誰かと行ったりとか自分で一人旅するっていう風に目的地にたどり着くよりも、実は案外その手前の段階のそこに行くまでの電車に乗ったりとかチャリに乗ったりとか、あるいは、どこに行こうかなっていう風に計画を立てて日程を決めて予算を組んでとかってやってる方が意外と楽しかったりするんですよね。そういうのを今度は自分たちがやりたいとかですね、
結果こういうのを求めたいと、留学したいとか、ゲームを作りたいとかですね、仕事起業したいとかっていうふうに当てはめていく。ただそれだけのことです。なので結果ではなくて、結果起業できたとかですね、あるいは英語が話せるようになったとか、ゲームが作れるようになったっていうのはあくまで結果であって、それよりもそれを身につけるため、できるようになるために、学ぶことができた知識とか経験、そっちを大事にした方がさっさと始められるようになったりします。はい、これがまず一つ目ですね。で、二つ目が、備えるのではなく対応するということなんですが、簡単に言うとですね、備えるっていうのは困らないようにいろいろと準備をすると。だから起業するにしても、資金繰りで困らないようにとかですね、資材で困らない、材料とか資材で困らないようにとか、人間関係で困らないようにっていうことで、とにかくルートを確保したりとか、お金いっぱい貯めたりとか、あらかじめですね、この人には必ず買ってくださいな、買ってくださいねなんて、こう、いい意味での根回しをしてたりとかっていう風にするんですけど、それよりもまずはさっさと何か自分が手元でできることを始めてしまうっていう方がいいと。だからもう備えるのはもう防災グッズくらいでいいですよくらいに書かれてるレベルなんですけど、なのでさっさと始めてみて、やりながら試行錯誤を繰り返していくっていうことのが大事ですよと。そういうことですね。だから準備っていうのももちろん大事なんですけど、準備よりもさっさとやってしまった方がいいということですね。はい、それから、3つ目ですね、局所的、つまり一部分を考えるのではなく、対局全体を考えてみる方が大事ですよと。結果を求めようとすると、やっぱりそれなりのリスクとか面倒なこととか遠回りとかってしなくちゃいけないので、だんだんですね、あれを手に入れるために考えていったら、なんかあんなことも面倒くさいですし、こんなことも準備しなくちゃいけないし、あいつにも声かけなくちゃいけないしですね、面倒なこととか辛いこととかっていうマイナス面ばっかりが見えてきて、結局実行に移さないまま終わっちゃうっていうことなんですよ。だからまず始めるときに、トータルで見たときにですよ、トータルで見たときに結果得られるものが皆さんにとってプラスだったら、だから10のプラスが得られて7のマイナスだったらプラス3になるじゃないですか。だったらその3を得るために始めちゃったらいいんですよ。ところが、もし 10のプラスがあってマイナスの13でマイナスの3だったら、それは始めない方がいいかもしれないですけど、プラスの10でマイナスの7で、で結果が3得られるものだったとしたら、それは絶対やった方がいいということなんですね。ところがこのマイナス7ばっかりに注目してしまって、10も得られるはずなのに、トータルで3も得られるはずなのに、結局7の方ばっかりに注目してやりませんってなっちゃうので、これはもったいないっていう話なんですよね。だから皆さんにとって経験とか知識とか、あるいは結果とかがトータル的にプラスになるものであるんだったとしたら、それは絶対始めた方がいいですよという、そんなお話です。ね、で、これに関しては一つですね、方法っていうのがあるんですけど、皆さんどうでしょう、 A4 紙1枚とか A3 紙とか、B4 とか B5 とか、もうサイズは何でもいいんですけど、ノート1枚ですね、持ってきてもらって、で、ちょっと待ってくださいね。例えばなんですけど、ごめんなさい、ちょっと線がいろいろ入ってあれなんですが、ですね、ノートの3分の1くらいのところに横線ピーって引っ張ってもらって、でその真ん中に縦を線引っ張って T みたいな字をですね、作ってください。でその T の上の部分には、あなたが得たい結果とか目標とかゴールっていうのを書くんですよ。例えば、1年後に起業をすると、で縦で引っ張ったところの、皆さんから見て左側にメリット、起業することのメリット、それから反対の右側には起業することによって起こるデメリットっていうのを書いて、いろいろ書いていくんですよ。で例えば10項目と10項目書いてそれぞれを対比するんですよね。対比した時に、あ、このメリットを得られるんだったら、このデメリットくらい我慢しようかなと思えるんだったらやってしまった方がいいですし、いや、このデメリットに対してメリットしょぼいなと思ったらもうやらないって、そんな風に分けていったらいいんですよ。まずはそのくらいの準備を、準備といいますか、そのくらいのその自分の中の考えの整理っていうのを行った上で、局所的ではなくて対局的に考えて、プラスの方が大きいんだったら始めるというようなことをやってみてはいかがでしょうか。そんなところです。それから4つ目ですね、知識ではなくて経験重視と。もうまさにですね、経験に勝るものはないなんていうことをよく言われたりもするんですけど、例えば今この動画を見ながらですね、 YouTube やりたいなって思っている方がいらっしゃったとしたら、何でもいいんですよ。ただ何か動画撮って1分でも2分でもいいです。動画撮って上げてしまったらそれで終わりなんですよ。これで YouTuber ですからね。はい、で私の動画なんかっていうのを見ていただいたら、ここ1ヶ月くらいなんですよ。こんな風に字幕つけてとか、なんかここら辺にテロップつけてとか、効果音ベシッとかつけたりとかっていうのは、それまでは
はただこんな風にひたすら一方的に喋って、終わりっていう動画ばっかりだったんで、それも100本200本上げてようやく編集っていう技術を身につけたんですよ。編集ってどうやったらいいのかな、どうやったらもっと皆さんが見やすい動画になるのかなとかですね、あるいは、もっと長く時間を見てもらえるかなっていう風に考えた時に、いろいろ調べていった結果、やっぱりこういう動画が見やすいんだなとか、こういうテロップ入れてあげる方が親切だなっていうことで、今編集を予約するようになったっていうところなんですね。まあ、その代わり一本一本投げる時間っていうのは長くなってしまいましたから、それだけ YouTube にかける時間も長くなってはいるんですけれども、やっぱりそれでも単純にクリエイターツールっていうところを見た時に、やっぱり3倍4倍くらいの動画視聴時間っていうのは伸びてるっていうところから、やっぱり編集っていうのは非常に大事だなと思ったんで、まあどんどんやっていく中で、これはどうだろうな、これはやった方がいいのかな、いやこれはやめといた方がいいなっていう試行錯誤が生まれていくんで、頭でっかちになるよりも先に行動に移してしまった方が早いと思います。これが4つ目ですね。知識ではなくて経験を重視しましょうと。それから最後ですね、どうしても何か結果を得るっていうためには、そこにたどり着くための道中にマイナスですね、リスクとかマイナスのこととかデメリットっていうのはどうしても起こってきてしまいます。で、そのリスクっていうのは避けて通るものではなくて、それも加味した上で何を準備するんだろうっていうふうに考えた方が、さっさと始めます。だから回避するってなったら余計な道をたどらなくちゃいけなくなるんですよ。ところが結果に対してそのリスクもありきだなと、この落とし穴があるんだったら板準備しといたらいいよねっていうふうに、ものをスタートの段階で準備ができるんですよ。ところが歩き始めって言ってから、うわこのリスクあるな、どうしようかな、この落とし穴どうしようかなって思った時、また別の道を行こうと思ったら、何かまた自分のその今まで用意したものとは違うものを用意しなくちゃいけないとか、違う考え方をしなくちゃいけないっていう風になってしまうので、これは余計に時間がかかって、わこんな道通るくらいだったらやめようっていう風になってしまうんですよね。だからまっすぐ歩いていくためには、リスクっていうのは回避するものではなくて、それありきでどうこれを乗り越えていったらいいのかっていう考え方をしていく人っていうのは、目の前に困難があったとしても、あじゃあこれを準備したら終わりだなとかですね、あるいは、この人に頼ったら終わりだなっていう風にポン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 ですね、解決策っていうのが浮かんでくるようになるんですよね。だからリスクっていうのはありきだと考えて、それは逃げるもの、回避するものではなくて、それありきでどう進んでいくかっていうことを考えていく方がはるかに大事ですよということでした。ということで、まとめていくと、5つですね。まず1つ目は結果重視じゃなくてプロセスを大切にしましょうと。それから2つ目は準備も大事だけど、備えるっていうことにも対応する方を考えましょう。備えるのはもう防災グッズくらいで結構と。それから3つ目、一部分を考えるのではなくて全体を考えると、局部的ではなくて対極的に考える方が大事ですよと。それから4つ目、知識、頭でっかちになるのではなくて、やっぱり経験を重視しましょうと。そして最後5つ目、リスクはあります。リスクはありますから、それを逃げるのではなくて、どうやったらそれを超えられるのかっていうことをきちんとコントロールしながら、やっていきましょうというお話でした。ということで、さっさとやってしまう人の考え方5選ということでですね、今日はご紹介をさせていただきました。私もですね、いろいろと試行錯誤しながらですね、どちらかというと準備がきちっと整ってからじゃないとできないというタイプだったんですけど、 YouTube なんかも体当たり的にやってきてですね、それでもなんとか400人というですね、チャンネル登録者数っていうのも増えて、まあ、これから視聴者数っていうのも伸ばしていきたいなと思うんですけど、この5月がですね、びっくりすることに視聴回数とそれから視聴時間っていうのが、視聴回数に関しては 200% 超え、それから、視聴時間が145% か 154% かどっちかだったんですけど、超えというところで、5月の1日から31日までですね、見ていた結果、そんなところがあったので、あこんなに伸びてるんだと、まあどれだけしょぼかったんだっていうことも言えるかもしれないんですけど、やっぱりこの編集の効果もあったりするのかななんていうふうに思ったりするので、とにかく体当たり的に YouTube どんどん上げていってよかったななんていうふうに思ったりしています。ということで、なかなかですね、うずうずしててやりたいけどやれないなっていう方はですね、今みたいな5つの考え方っていうのをベースにですね、ぜひいろんなことに取り組んでみていただけたらというふうに思います。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。